僕はですね、ぴょこたんっていう名前でですね、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。実は先日僕、この石原恒和さんの講演をね、聞きに行ってたんですよ。またしてもね、こんなね、誰も知らないようなんですね、環境と芸術1964東京2020っていうですね、なんか環境芸術学会っていうのの大賞をね、なぜか石原恒和さん、ポケモン株式会社ポケモンのボスの石原さんが取ってたんで、で表彰とそのなんか基調講演があるよっていうのってね、情報が入りまして、僕のね張り巡らしたアンテナっていうか、勝手に DM で教えてくれた人がいて だから行ったらもう全然場違いなんだよね。僕以外はなんかみんな関係者で、で120人入るホテルのフロアみたいなところで椅子がバーって並べてあって、その中の席が埋まってるのも、まあ関係者だけでだいたい50人60人ぐらいで。そんなびっしりも埋まってないのに、入場無料って書いてあったけど、多分入場無料で入ってんのって僕と数人ぐらいだと思う。あとは全部関係者で、その学会に入ってる人、芸術学会、環境芸術学会に入ってる人たちだったからさ。そんな中でね、まあ普通にさ、僕が適当に座ったら間違えて関係者席に最初座っちゃって、前に変なおっさんいるなと思ったら、それが石原恒和さんでさ、これからこう壇上に出る石原さんが普通に前にいて、ふらふらその辺でみんなと挨拶してんの。そこに僕無関係だけど、でも増上寺のエントランスのところにさ、入場無料って書いてあって、誰でも入れるようなこと書いてあったから行ったんだよ。そしたらたまたま部外者が僕含めて数人ぐらいだったっていう、いい経験をさせていただきましたよ、おかげさまで。石原さんの話をね、割と最前列からしっかりと聞いてさ、石原さんがその大賞を受賞したことで、これまでの自分はどうやって歩んできたのかをまず語って、で、そこの関係者の人たちっていうのは、その芸術学会の人たちだから、ポケモンのこととか全然知らないわけよ。だからびっくりしたのが、この中でね、石原さんがね、ポケモンやったことある人って手挙げてもらえませんかって言ったら、手挙げたのが3割ぐらい。全体の3割ぐらいしかポケモン、多分石原さんってそういう場でさ、ああいう演説したことってこれまでの自分の歴史でないんじゃないかな。見てる人たちの3割ぐらいしかポケモンをプレイしてないっていう状況で、で僕はもちろん手を挙げてまして、ではポケモン GO をやったことある人いますかって言って、それもまた3割ぐらいでさ、そしたらちょっとね、まあ苦笑いをして、でじゃあポケモンの説明からしますとって言ってね、そのポケモンっていうのはポケットモンスター、こちらにいるね、このピカチュウみたいなのを引き連れて、で最初のポケモンはね、マサラタウンっていうところからスタートするんですよって。で関東地方、まさに関東地方を題材にした関東というね土地を冒険していって、でマサラタウンっていうのは大体東京でいうと町田ぐらいに当たるんですけど、町田から出発してね、こう房総半島をぐるーっと回って、そしてまた東京に戻ってくるみたいな、そういうねストーリーなんですよみたいなことを説明して、いや、こっから石原さんに説明させるステージってあります？しかも町田なんだなと思ってさ、マサラタウンって真っさらなタウンだから、大体町田なんだね、位置的にもね。多分意外にこれ知られてない情報なんじゃないの、さらって石原さん言ってたけど。だからそういう説明から入って、でポケモン GO もね、今こうやって世の中世界中でね賑わっていて、実はそのリリース当初から次の年次の年とどんどんユーザーは増えていってるんですよみたいな感じの説明をして、で自分は筑波大学のね総合造形科っていうところを出まして、そこでなんか山口勝彦さんっていう師匠に出会って、それによって私は総合造形とかね、そういった芸術に対してのね知識を深めまして、で1982年にその山口先生の口利きもありまして、 SPN に入社しましたと。西武プロモーションネットワーク、つまり今の西武百貨店とかの何か CM を作ったりする。そこで石原さんは糸井さんと出会って、糸井さんっていうのは美味しい生活とか、なんかキャッチコピーをうまいことやることでお金を儲かるっていうさ、糸井さんってコピーライターだからキャッチコピー、そこで石原さんとつながったらしくて、その後石原さんは、まあ、糸井さんの会社エイプ、マザーを作った、マザー2とか作ったエイプに入るわけ。それからクリーチャーズっていうのを1995年に立ち上げて、でそこから株式会社ポケモンも作ってっていう感じで、今の石原さんがあるんですよっていうのも説明ちゃんとしてね。で1996年にね、ま、2月27日、ゲームがね最も売れない日に出たポケモン、ポケットモンスターが今ではこうやって世の中のね世界中に人気になってるっていうことを説明してた。でも最初はゲーム作り、まあ、ポケモンもさ、マザーもそうだけどさ、結局ゲーム作りのノウハウが全然ないから、ずーっと時間がかかっちゃうっていうさ、一応メモ、これメモ。この
環境月、僕株主総会とかメモマだから、やっぱりしばらく、これ日曜日のやつだから忘れちゃってるから、忘れちゃうかもしれないから、こうやってしっかりね、メモしてるの。株主総会の最前列でもそうだし、うん。だからそういうマザーにしても、まあ、ポケモンにしても、思った通りにはね、進行がいかずに、どうしても暗礁に乗り上げたりして、だってポケモンってさ、6年かかっちゃったって相当やばいじゃん。ゲームボーイが90年に出てさ、まあゲームボーイここにも飾ってるけど、この初代ゲームボーイ90年に出て、開発に6年かかったら本来ってアウトなんだよ、もう。だって次の世代にもう移っちゃうんだからさ、ゼルダの伝説とかもそれでどんどんさ、次の世代に後回しにしてなっちゃったじゃん。Wii U で出ずにスイッチ版になっちゃったりとかさ、まあ Wii U でも一応出したんだけど、っていう感じでポケモンもでもギリギリだったんだけど、ゲームボーイの寿命をね延長させるぐらいの炸裂ヒットが炸裂したわけじゃん。そんな石原さんがだからいろいろ今後のその未来のこととかも語ったりしたり、あと自分がそういう賞をいただいて自分はどういうふうにやっていきたいのかっていうのとかで、でやっぱりそういう言葉の節々からやっぱゲーム業界のねなんとなく未来をこう見た時に、中国市場っていうのをかなり強く意識してる石原さんの発言が明確でしたの。やっぱ任天堂も今テンセントと提携して中国で売りますよって、スイッチを売りますよっていうこととかやってるわけじゃん。そのテンセントっていう企業はやっぱりどうしてもでかくなってきてスルーできない存在になってきてるから、でゲームのね開発の規模っていうのも昔は5、6人でやってたのがね、今ではもう100人、5、60人、100人で3年規模のビッグタイトルで、中国ではさらにその3倍ぐらいの規模で開発を進めてるんで、これからはどんどんそういう風にね巨大化していくっていう話もしてたし、あとは今その子供たち、ゲームをプレイする子供たちのメディアっていうのもどんどん変化してるから、まあよく昔の岩田さんとかも言ってたことなんだけどさ、今まではテレビを見てた、ゲームで遊んでたのが最初に与えられた デバイススマホなわけで、そこで YouTube を見る、まあ、僕のこのこういう動画とかを見るわけ、子供たちはね、うん、だから今まではテレビだったものがどんどんそうメディア、動画メディアにそのシフトしていってさ、でゲームっていうのもスマホでやるものになってくるから、そういったところもしっかり意識してなんかやってるけど、自分はやっぱりその テクノロジーの進化とかに正直言うとあまり追いついてないと。AI が進化していくとか、なんか 3D プリンターがどんどん進化して大きなものが作れるようになったらまた世の中が変わってくるんじゃないかとか、なんとなくぼんやりと未来は見えてはいるものの、はっきり言うとわからないと。あとはその石原さんがこの芸術学会の発表の前に、数日前になんかね、健康とゲームみたいなののところで講演をした時に話した話なんですがって言って、もう一度これを言うんだけど、その人間っていうのは1日1歩歩くことで医療費の 0.061 円が削減されるんだって。いろんな統計データとかを見たところで明らかになったんだって。だからそうするとポケモン GO っていうのはこれまでにみんなの歩いた歩数を計算すると、今までポケモン GO によって全世界で2兆円の医療費が浮いたっていう計算になるんで、やっぱりそういう意味でもポケモン GO っていうのは世界のね貢献してるっていうことが言えるっていうふうに言ってた。2兆円だぜポケモン。まあわかんないよ。ただ歩いた数をそのまま換算して1000歩で61円じゃん、医療費換算すると。それが全員の歩いた数を換算すると2兆円なんだって。まあこれ確かでもまとめサイトとかで軽く炎上してたけどね。ポケモン GO で2兆円の医療費削減っていう石原さんのね発言で、でこの環境芸術大賞って一体何なんだって。環境芸術ってよく意味わかんないじゃん。なんとなくこう身近に潜むアートみたいな、生活と密着したアートみたいな意味で環境芸術っていう多分言葉があるから、ポケモン GO っていうのもまさにその環境芸術で賞をもらうのにちょうどふさわしいみたいな感じのことを言ってて、でさらに我々はこれから、ポケモンスリーブって、そんな全然ポケモンもポケモン GO すら分かんない人たちの前にして、これからポケモンスリープって言ってね、皆さんの寝てる時間をまたゲームにつなげるようなものを開発を進めてるんですよって言って、それも説明してたからね。睡眠をね見える化するやつね、うん、ポケモン GO プラスプラスっていうさ、新たなその眠りを測る機能マシンをね投入するやつね、うん、それもすごいね楽しみだね。で石原さんが対象だったんだけど、このもう一人対象じゃない人がね、80歳のじいさんでさ、伊藤孝道っていう、もう80歳で結構よぼ見た感じヨボヨボかなと思ってヨボヨボして出てきたけど、バーって口を開いたら、まあ言葉はヨボヨボなんだけど言ってることは結構頭がキレキレな感じだった人がいて、伊藤孝道っていう、その人も話をしてたんだけど、それも面白かった。なんかさ、箱根の森美術館かなんかでさ、変なこう棒みたいのがこうぐるんぐるんぐるんって定期的に回ってるやつあるの知らない？
ぐるん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 って、そう、なんか針金がぐるんぐるん回ることで、なんか面白い動きをすることで、いろんな角度から見ると絵柄が変わるとか、その人はずっと銀座の資生堂のなんかギャラリーみたいな、資生堂の店頭のオブジェクトを作る電気機械でこう動かしながら、あるでしょ？あれを作った人がもう一人この功労賞っていうのを受賞してまして、その後石原さんが終わった後、その人の話も僕は聞きましたから、そうそう、よくわかんないやつ。 人もでも現役でずっと、今でも80歳、私は現役ですって言って、自宅の工房でね、最近はこう自分で針金を曲げるのもね、なかなか曲げられなくなってきましたけど、それでもこう現役でやれていて、でその人は筑波大学時代にかなんかに石原さんのに講師として教えたこともあるっていう関係性なんだって。ようわからんけど、で最後にその2人とかも合わせてこうセッションみたいな、なんていうの、壇上でこう今後にどうなっていくのかとか語り合う場面とかがあったりして、結構あれね、しかも無料で入れてあんだけのものを見れて、石原さんはその辺ふらふら歩いてるから、とっ捕まえようと思えば、まあとっ捕まない、とっ捕まえないし、僕はおとなしくこう見てるけど、とっ捕まえようとしたら「おい！」って捕まえるぐらいの距離感にいるところでね、あれを見れたのはね、すごい良かったね。僕はなんとなくで思ってるのは、石原さんっていうのは結構岩田悟さんの盟友のような感じがするから、まあ、マザー2とかのあたりで多分出会ってるよね。それで、まあ、ポケモン GO の最初のリリースの発表の時にも、この場に岩田さんがいないのは残念だっていうふうに、あんまりそういうのって、そういうおめでたい場とか発表の場とかで言わない方がいいことなのに、ちゃんと言ってさ、うん、残念だけど、私たちはこういうものを出しますって言って、ポケモン GO をバーンって出したわけじゃん。で、このポケモンスリープっていうのも絶対にさ、岩田さんが亡くなる前にさ、必死こいて出した睡眠の見える化センサーの QOL っていう、発信にさ、すごく影響を受けてポケモンスリープで出せば、そういう岩田さんが考えたことが世の中に手っ取り早くさ、みんなに回るじゃん。うん、だからね、なんかね、やっぱね、石原さんと岩田さんっていうのは重要な関係性の気がしてるから、だからそういう意味でもね、僕はね、興味、ウォッチ対象として興味があるから、うん、見てるの。うん、だから今回も行けてね、よかったなと思ってるね。